今日はね、もう実は半分ぐらいもうミュージシャンじゃないかなっていうぐらいミュージシャンの方がね、実は皆さん見に来ているんですけれども、はい、なので緊張しております。でももうあっという間でもうそろそろ最後の、めっちゃいいお客さんがいるね。最後の曲になってしまいました。今ですね、コロナウイルスの影響で1年以上ですね、すごい苦しい時期が続いておりますけれども、何度転んでも立ち上がって頑張っていきましょうということで、コロナに負けるなということでですね、最後は「冷み勝ち節」という曲で賑やかに、終わりたいなと思います。準備はどうでしょうか。寂しいですね。あっという間ですね。そうですね、では最後の曲お届けしたいなと思います。よかったらちょっと前空いてるのでね、いい感じにディスタンスしながら踊りたい方はここで踊ってください。では行きましょう。冷み勝ち節。
練習したんですよ、来るってね、はい、アイドルみたいにやりましたけれども、間違えましたね、その後に。はい皆さん、楽しかったですか？わー、嬉しい。ありがとうございます。もう一番私たちが楽しんでましたけれども、今日はね、あの2部構成ですごい短いお時間ではありましたけれども、もう遠くから来てくれてる方もいらっしゃるかなと思います。今日はこういう機会がありましたけど、また何かの、はい、ね、機会があったらこのメンバーでまたやりたいなと思っておりますので、その時はベリーハッピー山、皆さん覚えていただいて、ぜひに応援よろしくお願いいたします。はい、じゃあもう一度メンバー紹介をお願いしてもいいですか？はい、早田恵美です。ありがとうございました。